ミスタイムさん、今回もね、動画を送っていただきました。背中のね、筋肉、あのムササビみたいなですね。あれですか？いや、でもね、今ね、結構ミスタイムさんね、かっこいいですね、背中、本当にできてますね。でもこれに甘んじることなく、まだまだ高い理想を目指してもらいたいと思います。確かに体型変わりました。で、お腹の方もギュッと絞られてきて、線も出てきました。でも、まだ最初の一歩だと思って、油断せずに進んでいただきたいなと思いますね。その背中を私たちガチンコマッチョクラブ第1期生もしっかりと見させていただいてます。いやー、でもね、この夏までに、胸のところとかね、グッと影ができてたくましいですね。腕の方もね、グッと振り上げた腕が太くていいですよ。とっても顔つきも変わりましたね。顔もシャープになって格闘家の顔です、半年前のミスタイムさんの顔とは本当全然違いますね。あの時に被ってた白い帽子どうしたんですかね。あの白い帽子がトレードマークみたいな感じだったんですけど、メガネとね、あの頃は本当帽子とメガネでも、まあ本当ねユニークだなと思ったんですけど、今はね、精悍な顔つきでとてもたくましいと思います。まあ褒めちぎるばっかりの動画になりましたけど、本当にそう思うんでね、しっかりとこれからもメッセージ伝え続けてもらいたいと思います。じゃあ、これからもガチンコマッチクラブよろしくお願いします。